いつでもどこでも脳活プログラム。阿吽の呼吸で立つプログラムです。3人以上で行います。向かい合って座り、隣の人と手を合わせます。合図や掛け声なしに阿吽の呼吸でみんなで一緒に立ち上がりましょう。同じようにみんなで一緒に座りましょう。これを5回繰り返し、足の筋力も鍛えましょう。道具を使って阿吽の呼吸で立つプログラムです。3人以上で行います。フラフープや1メートル以上の軽い棒、物差しなどの道具を床に置き、その周りに並びます。人差し指を道具の下に入れます。合図や掛け声なしに阿吽の呼吸で目の高さまで持ち上げましょう。持ち上げた道具をゆっくりと床に下ろしましょう。これを5回繰り返し、足の筋力も鍛えましょう。しゃがむことが難しい場合は、椅子や机の上に道具を置いて行うこともできます。阿吽の呼吸でボールを渡すプログラムです。タオルや新聞紙を両手に持ち、ボールを左右に転がしてみましょう。次に2人以上で行います。新聞紙の上のボールを転がして、隣の人の新聞紙に渡しましょう。まだ何個かかるの？